それが来て初めて確実に出てくるということは分かります。いずれにしても、やる予定でおりますので、空いている方は6月3日13時半、参議院議員会館にぜひおいでください。以上です。はい、ありがとうございました。再稼働、少し全国ネットワークから告知させてもらいます。今私たちは仙台原発すぐ止めろ、伊香田原発動かすな、中央構造線に火がついた、合言葉に何としても再稼働を阻止すべく今奮闘しているところです。とりわけ四国伊香田原発次の再稼働は7月下旬じゃないかというふうに噂されていますが、私たちは何としてもこれを止めたい。3、4月行われた全国集会あるいは全国交流会で止めるためにまず全国一斉に抗議行動を全国に取り組もう。3波行動5、6、7 3ヶ月間一時行動やれるこということが決められやろうとしています。5.11 予定行動を取り組み、そして今度6月11日ある意味では非常に大きな山場の月になるわけですけれども、この日は四国伊香田原発のゲート前でも毎月の一時行動が取り組まれる日であります。私たちはそれにも連帯してこの東京でも取り組もうということで、今度の11日一つは四国電力略して4点抗議行動を4時半から行います。4点は大手町、東京駅にも近い大手町の銀行協会の17階の立派なビルの中にあるわけですけども、ここに向かって一つは四国の伊香田ゲート前の一時行動と連帯した行動をやりに行きたいというふうに思っております。そしてもう一つ問題になっている九州電力小池行動、これも同時に行いたいと。これは4点の後8時から宮殿前、今さっき取り組んだ有楽町前にあるわけですけども、そこに再度ある意味で押しかけて6時から小池行動を展開しようというふうになっております。四国も九州も今重要な時期、今止めなくていつ止めるんだ、私たちの怒りの声を何としても全国の皆さんと連携してこの人でも大きく上げていきたいと思います。ご協力お願いします。あれ一つお断りしておきますけども、15日定例の電力会社小池行動ありましたけども、この1日に集中するために15日は、取りやめにしますので、ご注意ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。次の方、はい、いつも歌で参加させていただいてます日本音楽協議会です。日本音楽協議会一応呼んでいますが、全国に支部がありますが、東京都支部と日本音楽協議会の東京都支部が6月12日日曜日午後3時から6時まで3時間ですけれども、池袋の西口駅を出まして徒歩30秒で到着できる、池袋西口公園の野外ステージでコンサート、ライブコンサートをします。届けたい私の歌というテーマですけれども、サブテーマとしてさよなら原発、さよなら戦争ということで、原発に特化したコンサートではないのですが、ここでは歌われないたくさんの歌を歌います。それからこうした行動や集会で知り合った、ミュージシャン、音楽をやっているような方にも声をかけて、そういう方にもたくさん出ていただきますので、音楽が大好きな方でも好きじゃない方でも興味のある方、ぜひお時間がありましたら池袋西口駅から徒歩30秒ですので、ぜひ外でもお立ち寄りください。お願いします。はい、次の方、
仙台原発が唯一動いている原発で、今止めろという運動がありますが、皆さん5年前原発を止めた人がいましたね。菅直樹さんに今度ですね、私は浜岡原発を止めたと首相の時確保したんですね。で、安倍さん現首相いつ止めるのと、こういうテーマの講座をやろうということになります。私は浜岡原発を止めたと、過去5年前の人、安倍さんいつ仙台原発を止めるの、こういう講座をやりますので、今菅直さんのところにお願いをしておりまして、近日決まります。決まりましたら一つぜひその講座に来ていただいて、浜岡を止めた菅さんと安倍首相をいつ止めるのと、こういうことで何とでも仙台原発を止めましょう。以上です。はい、次の方。同じく単独者の講座の案内です。6月16日、なぜ野良犬は政権にすり寄る愛玩犬になっていくのか。野良犬、これは普通の記者さんは記者クラブにいて、ノーノーと記者クラブにいて権力から情報をもらいます。その受け取った情報に、まあ、大根の粒か何かをくっつけて、それで私たち国民に差し出す。この方たちは野良犬なんです。なぜかというと、誰も餌をくれない、自分で餌、つまり情報ですね、もう情報を探す、情報を発掘する、これがこの力、このですから権力に非常に嫌われる、これが野良犬。なので野良犬とこう題名にさせていただきました。思い出してください、あの3月15日の朝何があったのか。吉田さんの命令に関して撤退した、ある方は抗議だという言い方もしてますね。私も抗議ですに、この覚えてますけれども、社長謝った。なのでこの朝日新聞の態度、これからの言論会、これからの本当に私たちが欲しい情報を手に入れるためにはどうしたらいいのか、それを問題のテーマとして、この野良犬はなぜ政権にすり寄る愛玩犬になっていくのか、こういう題にいたしました。東電株主訴訟代表の木村由衣さん、それからこの朝日新聞を考える読者の会の大場さん、それから納豆フリージャーナリストの鈴木孝雄さん、3人のトークセッションになります。すっごい面白いと思います。これから私たちはメディアをちゃんと監視していかないとダメなんですよ。安倍さんに逆らうためには、こういう調査報道をしてくれる記者、あとフリーランスの人たちを私たちが応援しなければいけません。なので6月16日、担保護者によろしかったらば来てください。以上です。はい、告知は以上です。お礼の挨拶。皆さん、いつもいつもカンパをありがとうございます。このカンパの金額とは3日後くらいのメールに載ります。そして、収支報告などは、7月頃、こちら の行動のレジュメに載せたいと思っておりますので、皆さん本当に本当にいつもありがとうございます。はい、ありがとうございました。7時半を回りましたが、あと2つイベントをやって締めたいと思います。一つはドンパン節、二つ目は大太鼓の演奏です。まずはドンパン節。いきます。それ、ドンドンパンパン、ドンパンパン。ドンドンパンパン、ドンパンパン。ドンドンパンパン、ドンドンパンパン、ドンパンパン。徳島原発、忘れない。爆発原発、忘れない。原発なくても大丈夫、電気は足りてる、困らない。ほれ、どんどんパンパン、どんパンパン、どんどんパンパン、どんパンパン、どんどんパンパン、どんどんパンパン、どんパンパン。さすがに光は動かすな、新潟原発原発なくても大丈夫、電気は
足りてる止まらない、それゴンパンパンゴンパンパンゴンゴンパンパンゴンパンパンゴンゴンパンパンゴンゴンパンパンゴンパン